新年の抱負ありますか？教えて四千頭身で、はい、うん、結婚発表をすることかな。おあります？私ですか、うん、まあ、私は、うん、まあ、今年こそは石橋くんに代わってこの四千頭身のレギュラーの座をまあもらうことかなっていうことですかね。いいですね、はい、いいですねじゃない無理だぞって言いなさい、うん、ぜひぜひありがとうございます。現在の教育現場では自然体験や読書活動の推進、子どもの体力向上が叫ばれている。そんな中、これらに対応すべくガチチャレ部が発足。今回挑戦するのはマナー第4弾。マナーについての書籍で76万部突破、須内恵美先生に育ちのいいマナーについて聞いていくよ。先生、今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。一人だけ顔見ないでお辞儀を始めた人がいました。そんな失礼な奴がいましたか？あなたです。俺でした。何やってんだ。今日はどんなマナーだと思いますか？私は今絶賛婚活中と言いますか。もう婚活してるんですか？まあ、婚活というか、まあ、そろそろ先を見据えた恋愛をしたいなっていう。なるほどね、今じゃなく大事です。大事、28歳になったんで。だからその、男性をもう射止められちゃうようなマナーをなんかこう教えてほしいな。なるほど、そうですね、まあ、男性に限らず、はい、まあ、女性男性それから目上の方下の方皆さんにこう好感度を与える、言い換え、うん、普段言ってることを言い換える。今日は第2弾ということでさらにバージョンアップして、はい、はい、参りますよ。お願いします。ミネさん、はい、これもあの、まあ、先に解くと本当めちゃくちゃなんでやってること、はい、このぐらいかもめちゃくちゃですか？言い換えじゃないですよ。何ですか？もう別言語言語をもこちらをご覧ください。はい、あれなんですか、はい、おすすめされたの映画をね、はい、これいいよ、見たら、はい、でも感想としてはイマイチだったと、うん、そのじゃあどうだったって聞かれた時に皆さんどう答えますか？こういうのあるよね。あるよな、こういうのよくある。普通に答えちゃうとどう、あ、まあ、あ、面白かったですって感じよね、うんうん、石橋くんが挑戦、うまく言い換えできるかな。ねえ橋くん、はい、この前さ、私がおすすめした映画見た？見た。あれめっちゃ面白かったよね。あのね、うん、あの、まだ感じたことない味ですごかったわ。だよね。もうあのーうん、俺のおすすめの映画教えて。おお、それ見て、それ見て、また話そう。分かった。また、じゃあ。ありがとう。よっしゃ。うん、うん、あ、拍手出ました。拍手が出てます。先生、ではこちらはどうでしたか？うん、悪く言ってないよね、まずおすすめられた。はい、うん、だけど、もっと自分のおすすめもあるんだよって話をすり替える。ちょっとそらした。そらす、うん、うまかった。完璧です、うん、はい、まあ、完璧ではないけれども、うん、一応模範解答があるんですか？はい、どうぞ。初めて拝見するジャンルの映画で新鮮でした。おー、完璧じゃないですか？そうそうそう、うん、まあね、まあ、なんで完璧じゃない？丸々言ってたら変態じゃない次のシチュエーション、はい、次のシチュエーションです。次、はい、彼がイメチェンをしたのだけど似合ってないの。髪型にしましょうかね。さあ、そんな時に普通だったらなんて言う？普通だったら、うん、なえるわそれ普通じゃない、まあ、直球すぎる、ね、それ高校生だ。そうそうそう、彼氏ですよね。彼氏だったら、彼氏、じゃあさ、付き合い始めたばっかりの彼氏だったら、ね、付き合いそうな人、付き合いそうな人、うん、あ、じゃあそうな人、うん、あ、なんか前の方が良かったんじゃね。なるほどね、距離近いね。この距離感で恋愛するタイプだ。ギャルギャルし陽キャやね。ミネさんの恋愛の距離感が分かるわね。分かってきたな。イメチェンってこうな。ここで鈴木くんにイメチェンしてもらって二平ちゃんが言い換え。はい、それではお願いいたします。お待たせ。あ、お疲れ。どうしたの、どうしたの。ちょっとイメチェン、思い切ってイメチェンしたんだよ。どう、俺イケてね。イケてはない。でもすごい
楽しかったんだよね。楽しかったんだよ。楽しかった。オーバーキル。オーバーキル。この気持ちがすっごいわかる。やったって。この髪型になれて嬉しかったんだよね。その気持ちはわかった。でも絶対前の方が似合ってるから、うちはそっちの方が好きだな。なんでそんなひどいこと言うんだよ。ダメだ落ちますか。ダメだ落ち込ませたらね。正解が気になります、ね。はい、じゃあ出してもらいましょうか。うん、なんか他人みたいで緊張しちゃうね、初めてだからね、うん、前の方が落ち着くわやっぱっていう、うん、あ、なるほど。そう、はい、じゃあいいかな、次ね、はい、次応援するとき、はい、だから受験とか試験とかプレゼンとか期待がかかるわけよね、うん、そういう時に、どんな言葉を皆さん一体かけてるかなっていうところね、うん、応援するときにかける言葉、普通は頑張れ頑張れ、そうだね、頑張れ頑張って、うん、それしか、頑張って、じゃあちょっと見てみましょう。頑張ってってね、悪くはないんだけど、どう、みんなすっごく一生懸命やってて、あ、声かけ、もう頑張ってね、頑張ってねって言われて、もう頑張ってるわ、じゃあね、頑張ってって言われて、ちょっと人事だなって、投げやりだなとか、もう頑張ってるからって、相手だけがもう自分だけやんなきゃって、結局はそうなんだけど、はいはい、なんかこうちゃんと応援しているっていうことを言いたい場合はどうでしょう。鈴木くんが挑戦、頑張ってをどう言い換えるのかな。明日大事な試験がある。マジ勉強したんでしょ。まあそうだけど、ちょっと不安で。頑張ってきたんだから、お前ならきっとうまくいくよ。最近はいいこと一個もないんだから。暴力。ごめんなさい。暴力。この手の授業でこっちがダメなパターンもない。もう相手に任せてるって感じで、ちょっと冷たいな。突き放してる。これもダメ。全然ダメだって。はい、じゃあ言い換えは？全然ダメ。お力が出せるように祈って。いやいや始まった始まった、めちゃくちゃ。この辺からも姉さん、ね、言ったでしょ、怖いこと。そう、この辺からもめちゃくちゃだから。いや、もう人ごとじゃん。いや、ね、いい？検討祈る。祈るって誰が祈るの？相手が祈るんでしょ。頑張れって言ったら頑張るのは本人でしょ。だから自分もなんとか応援したいっていう気持ちを表すの。なんか私手伝えることないとか言ってもいいよね。あ、まあね、そうだから一緒に頑張ろうよっていう気持ちが言葉に乗るといいの。まず神社行くねとかでもいいの。あ、それすごくいい。なるほど、まず神社で超祈ってくるから。そうそうそうって言えばいいのか。120点今の。ありがとうございます。なるほど、ね、うん、続けてのシチュエーションはこちら。はい、はい、あ、こんな最近多いね、多いよ。並んでたらスッてよく入ってきた電車とかね、ありますね。そういう時って普通だったらなんて言うかな、みんなは。私は顔とアクションなんかびっくりして。あ、なるほど、ね、わ、いる。あ、いいね、でもいいね。目とか表情じゃなくって言葉でしょ、言い換えなんだから。一流の言い換えをしてください。この後、石橋くんのヤバい言い換え。はい、怖かった今。怖いよ、怖かったよね。よーい、うわーくしゅ、無理無理無理。始めない始めない。出すぎ出すぎ。割り込みされた時、普通は並んでるんですけどって言うと思うけど、石橋くんはどう言い換えるかな。お、ここ空いてんじゃん。ちょっと、うわ、やばいね。やばいよね、それね。やばいよ。やばいもん。最悪。やばいけど。怖かった今。怖いよ。怖かったよね。よ、横入りする人も普通の感覚じゃないから、そう、なんだってことにならないかな。え、来んのかって、それ喧嘩売られてるような感じになっちゃう。喧嘩売ってるよね。感じに感じましたね。喧嘩になったらこっちの勝ちだもんね。勝ちだし、そう、なんだったら喧嘩売ってるのはこっちですからね。割り込んできた人が、まあ、だから、うん、ちょっとだけ。そうなんだけど、同じ土俵に立っちゃってるよね。ああ、そうなんかな。そうじゃなくて、列の最後尾あちらですよって。シンプルにね。親切心で教えてあげる。なるほど。あ、間違っちゃったのね。あと、街なんですよって。嫌味っぽくなく聞こえるようにね、しないとね。嫌味っぽくなく
まあ、ちょっとだけこう恥さらしてあげるというか ね、うん、でもその人は絶対割り込む気で入ってきてるはずだから、うんうん、でも恥さらすとまたそれは失礼だから、失礼だから皆さんは目には目をなのよ、そうじゃなくて一つ大人になりましょ う、まあ、う争いは争いしか生まないっていうね、物はいいよ、皆さんも品のある言い換えをねぜひ考えて日々実践してみてください。前回もやっぱちょっとそのこれを受けたらちょっと心がけるんですよね、マナー的な、ありがとう、うちのスクール来て、え、行かないっすよそういう時なんて言い換える、なんか言い換えて、あ、そうか、気持ちは嬉しいんですけども、うん、ちょっと時間が合わず、いやいや合わせますよ、え、合わせてあげる、先生が合わせてあげるよ、それはなんか僕の好きな映画教えます関係ないです関係ない、ごちゃごちゃ品のいい言い換えでより良い人間関係を築こう。次回のガチチャリブは品のいい若見え仕草、老けて見えちゃう普段の仕草を改善。これは一定の距離感でこうやったらできる。違う、私がちょっと近づいたらなんかすごい俺あんまこの格好で突っ込みたくない